必ずやろう日本最高朝階鷹ですこの動画を見てなるほどねなんてね思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますロシアのウクライナへの侵略によってですね今ウクライナがとてつもないことになっているのは皆さんもですねよくご存知の通りだと思いますまあ、こうしたウクライナの中でももっと ともこの激しい被害を受けているというのが南東部にあるマリウポリというまあ人口40万人くらいの,その港湾都市なんですね。でここの住民はですね、えー、ほとんどがロシア語話者というような、まあ、割とですね、えー、その新ロシア的な人たちも多く住むようなそういう町です。ですがこのマリリウポリに対してプーチンは ものすごいこう空爆などをですね、えー、与えることによって街を徹底的に破壊をしてきたまあ、そういうことが言えるのではないかと思っていますプーチンを擁護する人たちからはですねロシアの攻撃というのはアゾフ大隊であったりあるいはウクライナの軍施設であったりそういうところに集中しているのであって 民間施設民間住宅こういうところに対して攻撃が行われているというのはこれはフェイクだえそんな感じのことがよく語られてきました民間施設に対しての攻撃というのはウクライナ側が仕掛けているやらせなのであってそのやらせで行ったことをあたかもプーチンがやったかのように宣伝しているだけなんだ そういういいいプロパガンダに負けてはいけはないんだみたいな感じのことが、まあ、よく言われてたりしましたですが本当にその理解で正しいんでしょうかすでに広く出回っている、えー、画像ゆえにですねまあ皆さんもご存知であるということが、まあ、あったりすると思うんですけれどもこちらの画像をご覧くださいペペンペングも生えない。という描写はよく耳にしますが。 まさにそんな状態ではないのかなということが見て取れますで明らかに民間の住宅ではないかと思われるところにも凄まじい攻撃が加わられたことがこの画像からもわかるのではないかと思いますもう一枚画像を見てみてくださいこちらもまあ同様の画像であって、えー、マリウポリ全体がですね かなりの被害を受けているであろうということが見て取れますでマリウポリではですね住宅の8割というものが、まあ、こういう砲撃にさらされたんだということが言われてたりします、まあ、確かに今この映像に映っているものというのはそれはマリウポリの全体の中から見たら、まあ、おそらく一部でしかないということになりますから これが本当に全体も同じ状況になっているかどうかこれはわかりませんし住宅の8割が破壊されたんだというまあそういうことで主張されていることというのはかなり誇張されているということもひょっとしたらあるのかもしれませんそれでも民間の住宅というのがシャレにならないくらい破壊されているというのは これはどう見ても正しいいのでははないかと私には感じられますこの惨状ここまでの民間住宅の破壊というのをロシアはこれだけ凶暴で非人道的なのだということを印象付けるためにウクライナ軍がここまで自国民の住宅を破壊してそれで全てこれをロシアのせいにしようとしているんだこの理解って本当に正しいんですかね ウクライナ軍がここまでの破壊というものを自国民の住宅に対して行いうるものなんだろうかそれはまず私の疑問点の第一点目ですで。そもそもですねロシア軍というのはこのマリウポリに対して激しい攻撃を加えているからこそマリウポリに対してロシアに対して降伏をしろということを突きつけてきてたんではないですか これに対してウクライナ側マリウポリ市側はですねあくまでも拒絶するという姿勢を、まあ、貫いているという状態ではありますがロシア側が徹底的にマリウポリ市側に対して攻撃を仕掛け破壊しここまで徹底的にいじめ抜いたのであれば降伏をすると思っているから今そういう要求が突きつけられている。 そのよううに理解すべきでではないでしょうかこうしたことを様々見ていった時にこの民間住宅に対しての破壊というものはウクライナ側が自作自演で行っているものというのではなくてやはりロシア側から攻撃をされその結果として生まれているものということとして考えないと。 私は辻褄が合わわななないいんんじゃないか、まあ、そうに思うわけですで私はですね繰り返し繰り返しイデオロギーからものを見ることの怖さ最初に概念があってその概念に基づいてさまざまなものを捉えそういう理解がなんか美しくてスムーズにいくように見えちゃうからどうしてもそういうものに とらわれてしまうという人間の悲しさということこれを何度も何度も話をしてきてそこに落ち込んではいけないんじゃないのということをえ伝えてきたつもりで、えー、いたりしますそしてイデオロギーからものを見るあらかじめ出来上がった図式画がありその図式画に従って物事を見るそのことをやっていくと それと矛盾するですね、現実というものが、これが目の中に入っていかなくなる。どうしてもそういうものを外してしまいたくなってくる。これが人間の悲しい差がだったりするんですね。マリウポリに対して、ここまでの徹底した破壊というものを行う。これがプーチンが言う、ロシアの安全保障のためなんだ。ウクライナにある その自国を脅かしていく軍事施設というものを破壊するためにそれだけのためにですね行動を起こしていいるに過ぎないのだあるいはネオナチと呼ばれているとんでもないやつらがいる。 こいつらを殲滅するそのことだけを目的にしてやっているのであってそれ以上の意図はプーチンにはないのだその見方は本当に正しいんだろうかこうした写真が示していくこの現実これを前提にした場合にそう思い込んでいたその図式化というのは崩れてしまうんではないですかこの時にどっちを取る という話になった時に現実を取るのかそれとも自ら信じてきたイデオロギーあるいはその論理の図式化そのことを取るのかそれが問われているのではないかと私は思っているわけですイデオロギーや図式化というものからですね、物を見てしまうということ これはすごく魅力的なものであるからどうしてもそういう方向にこう人間は従っていくという傾向があったりするんですけれどもこのことから脱却できていかないと完全に間違ったものの見方をしてしまうんじゃないか図式化したイデオロギーというものが正しいと思い込んでしまっているがゆえに本当の現実の中で展開されている本当の現実というものを 見失ってしまうということになるのではないかこの危険性というのをですね私は改めて訴えてみたいそんな風に思っています必ずやろう日本最高朝日豊でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定を全ての方に切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます